今回は2回目のカラーについて、でカラーチェンジと傷んだ木について、やっていきます。で、2回目のカラーで、1個目、カラーを変える時の仕方についてと、傷んだ木のカラーをやっていきます。で、カラーチェンジの仕方ないけど2つあって、で1つ目が色を変えて変化させる方法。じゃ色加えて変化させる方法、これ足して変化させるっていうのと、あとは補色の原理で打ち消してから希望の色を入れるっていう、この2つの方法があるんやけど、まずこの1個目はこの足し算、これ見にくいけど黄色と赤でオレンジになりますよっていうね。初めの色の毛が黄色やったら、それに赤を足したら、まあ、オレンジになるでしょっていう。でこれは明るく見える色を加えたら、まあトーンアップして、暗く見える色を加えたらトーンダウンするよっていうね。明るい色っていうのは、まあこの黄色、赤、オレンジとか暖色系、あったかい系で、暗く見える色は青とか緑とか紫とかちょっと寒色系。まあこの方法のメリットとしては、仕上がりの明度が極端に下がることがないっていうのと、サイドがあまり低くならんっていうメリットがありますね。で、で、次ですね。あ、違うわ。で、これ例ですね。一番左がこの現状の色。今の色。で、この2列目が希望の色っていう、これにしたいみたい。で、3列目が、じゃあこの色加えましょうって。一番上見てオレンジをレッドにしたかったらレッドにしたいみたいな。まあ大体、その元の色よりも希望の色が濃い系やったら、もうそれを加えるだけでいいと。でもオレンジとレッドを比べたら、オレンジの方が明るく見えるから、最終的な明度はそのトーンが1から2下がったように見えますよっていう、この表、これはスクショポイントですね。でこの下の4つはカラーチェンジ難しいという。基本はあれ、左が結構濃いめで、希望の色が薄い系だから、ブルーからイエローとかもうどうしようもできん、レッドからイエローとかもうどうしようもできんみたいな、ブリーチとか必要になってきますよっていうことですね。で2つ目の方法として、補色の原理で打ち消してから入れるっていうのは、この一番左のこの色相環っていうのを見れば分かれんけど、この反対色、黄色染めたかったら、まずこの青紫入れて灰色にしてから入れるみたいな。いや絶対さっきの方法の方がいいと思うんけど、このまずこの灰色にするの多分難しいし、こんなうまく反対色これ選べんと思うから、まあデメリットもあるしね。まず灰色になるって時点で、灰色になってから希望する色入れてるから、もうこの暗くなることが多いらしいですね、これは。はい。ってことで、カラーチェンジは終わりで、傷んだ木のカラーなんやけど、明度が違えば仕上がりが違うのは、まあ、これ当たり前なんやけど、髪のダメージレベルが違っても、仕上がりが違うっていうので、この明度は一緒でも、この髪のダメージレベルが違っているっていうね。このダメージレベルっていうのが、ちょっとちっちゃい文字だけど、この0から5でもなんか、この統一されてるらしくて、ダメージレベルっていうのが、この6段階であって、まあめっちゃ傷んでる人5とか、まあここに書いてあるのがまあ基準なんやけど、で、下の表が大体このダメージレベルには、こういうカラーを選定してくださいねとか、発色、普通のカラーした時の発色具合とか、で、この色持ちとかが書かれてて、まあ、この表をちょっとわかりやすく説明すると、こうなります。で、この1と2レベルやったら、どの色でもまあ普通に染まるって。で、レベル4では、吸い込みっていう、色が濃く入りすぎて沈み込むっていう、色がめっちゃ入れるっていう
で、これなんでかっていうと、この本来撥水性の毛っていうの水を弾くんやけど、もう毛傷んでくると浸水性になる、水を吸い込むってことで、めっちゃ傷んでる人とか髪ずっと乾かんみたいな、そういう感じになって、この水溶性の酸化染料がこのもう毛髪内部に浸透しやすくなるから吸い込みっていうのが起こるって。で、その上のレベル5やったら、もともと毛髪内部の成分がもうほとんどないから、この染料の溜まる場所自体がないみたいな。だから発色自体線っていうこともあるっていう。だからキューティクルとかコルテックスがもう空洞か、もう中カラカラ。カラカラというかもうない。だからなんかめっちゃ髪触ってもなんかもう細いなんかしょうもない毛みたいになって、で、染料がもともとたまらんし、もう日々のシャンプーでもうすぐ流れてしまうよっていうのが、まあ、傷んだ毛のカラーとしてのまとめです。はい、今回は2回目のカラーということで、映像ありませんでした。はい、過去の配信ということで、ここに書いてあるやつはもう動画上がってるんで、それはまあ、見てほしいです。で、これからちょっとパワポのみのやつでちょっとやろうと思ってるんで、このカラーのカラー系でちょっとパワポのみの映像なしやけど、まあ、これをやっていきたいと思います。はい、コメント、高評価とチャンネル登録お願いします。で、お客さんのことなんですけど、まず普通に来店して髪切って、まずはじめなんか刈り上げずに、まあ耳すっきり出すみたいなね、刈り上げずにまあすっきりさすみたいな。で、次来店した時はやっぱ刈り上げてくれって、いや刈り上げるんかいみたいな。で、また次来店したら次バリカン入れてくれみたいな、いやあの人だんだん短くなってないみたいな人、絶対一つのお店に一人はいると思います。ありがとうございました。